今年も変だよ山形と、いうことで、山形またね、後半戦例年のごとく、まあこう季節の風物詩はないですけどもね、いやーね、気温の上昇とともに調子を上げていって、気温が下がってもね、そのまま、シーズン走り切るみたいなのがちょっとこの数シーズンついてるモンテディオ山形さんにはなってきます。まあ毎年恒例のねブーストなのかなっていうのがねありますが、まあ今年もって書いてますけどもね、去年ですけどもね、2回ぐらいかな、なんか変だよね山形っていうのと、やっぱり変だよ山形みたいな動画を去年2本ぐらい上げました。これ変っていうのはね、もちろん、なんかもうめちゃくちゃ前向きな意味でのね変だよねっていうところにはねなってきますし、まあ言いたいことは伝わるかなっていうのがねあります。昨年まではね、こう春先調子が毎年ね、毎年春先調子悪いけども気づけば上にいるよねみたいな、なんだかなっていう話をね去年はしていたんですけども、今年もね、そういうところでございまして、じゃあまあこれね、悪い意味じゃなくてね変だよっていうのね、聞いてもらったらなっていう感じがしますけどもね。じゃあやっていきましょう。こちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。中途校で、これが中断期間前の順位と、現在の順位にはなってきます。左に出しているのが、7月の中断期間前まで24節終えた時点までの、順位表、まあ6試合前までの、結果というところにはなってきます。で、右の方が最新の結果にはなってきますんで、まあ、正直山形以外のクラブで、あ、お前そこ大丈夫かっていうところがいくつかねありますけどもね、まあ、今回山形に関して見ていくんですけども、6試合ね、6試合終えた差でなりますが、山形1ヶ月前ですね、中断期間前は、勝ち点29の18位というとこだったんで、実はね、中断期間前というのは、18位の鹿児島さんですね、降格圏の、鹿児島さんとの差でいうと実は6ポイント差しかないというのが、1ヶ月前でございました。で、プレーオフ圏内との差でいうと38位の仙台でしたんで、勝ち点差的には9ポイント離れていた1ヶ月前ですね、1ヶ月前まではプレーオフ圏内と9ポイント差あった山形にはなってきます。で、右のところを見ていくんですけど、1ヶ月後ですね、どこに順位が名前があるかというと9位のところまで上がってますね。1ヶ月で4つほどで順位を上げております。で、勝ち点が42で、18位との差に関してはもうこれも言うまでもないですけどもね、まあ、6試合で16ポイントの差を離したっていうところなんで、まあ、やっぱりね、下がちょっと、苦しんでる間にしっかり、抜け出しております。で、上との差ですね、6位の 山口との差にはなってきますが、山口47ポイントで山形が42ポイントなので、その差が5ポイント差、まあプレーオフ圏内との差が9から5まで、縮まっております。この間3連勝とかもねありましたしね、まあ横浜 FC には敗れましたが、前回しっかり、大分には勝利してね、まあ連敗しないっていうところの強さを見せてる山形にはなってきますよね。で、6試合ですよね、6試合終えてますんで、サブ6、18、最大入る勝ち点がこの1ヶ月で、18ポイントあった。この間18ポイント、どこのクラブにもね、サブ6、18で神様は最大18ポイント、上げますっていうところで、山形が増やした勝ち点というのが、29から42なんで、13ポイントですね。だからまあ、18分の13、最大18ポイント取るところ、13ポイントもゲットしておりますんで、取りこぼした勝ち点でいうと6しかないで、これ他のとこと比べてもね分かりやすいのかなという感じがしますけども、現在ね、まあこれもそうか、あれか、未消化分があるとこと比べてみましょう。長崎ですね、3位の長崎に関しては、まあ、本当ゼフ長、逆に山形と対照的で苦しんでいて、この6試合で得た伸ばした勝ち点っていうのは3しかないんですね。要は長崎は中断期間前と現在では勝ち点的には3ポイントしか伸ばしておりません。18ポイント入るところで3ポイントしか取れていないんで、まあ実はそういうクラブもあるというとこですね。で、清水に関しては5試合しかしていないんで、3、5の15でしょう。本当は清水は15ポイント
取れるところをどんだけ伸ばしたかっていうと、清水でも10ポイント、伸ばしておりますんで、取りこぼしが5なんで、山形とほぼ変わんないね。で、まあ、清水でもその取りこぼしの数というところにはなってきます。で、仙台とかと比べてもそうですよね。仙台もでも勝ち点的には13ポイント伸ばしておりますんで、ここもね、中断期間前は調子が悪かったんで、まあ、山形と一緒で仙台も実は調子を上げてきているというところで、岡山に関しては7ポイントしかね、伸ばしておりませんので、取りこぼしは11個あると、そういうことをいろいろ考えていくと、いかに山形がしっかり勝ち点を、取りこぼさずに伸ばしてきたかっていうのが分かるかなというところ。まあね、中断期間前は下との差の方がね、降格圏との差の方が近かった山形にはなってきますが、まあ気づけば、勝ち点差的にはプレーオフ圏内とは5しかないと。まあ2試合でなんとかなるさ。ただこれ出てませんけど、得失点差で若干山形もね稼げておりませんので、そこが今後どういう影響出るかなっていうところにはなってきますが、まあ藤枝もでもね、こうやって見るとやっぱ調子を上げてるんですよね。藤枝もしっかり9ポイントゲットしてますんでね、数字は伸ばしていますしね。なかなか調子がいいクラブ、悪いクラブ、これこういう比較すればね分かりやすいのかと。まあ降格圏に沈むクラブに関しては、鹿児島がねポイント伸ばせなかったこの6試合というところと、栃木もなんだかんだでも5ポイントは伸ばしていますね。で、群馬は4ポイント伸ばすというところで、で、ちょっとこの間ね、社長呼び出しがあった大分に関しても4ポイントしか伸ばしていないので、栃木との差は若干縮まってるこの6試合というところです。まあ分かりやすいかなというところですね。いや、こうやって見てみると長崎の取りこぼしっていうのは本当に目立つんで、まあ、後半戦だけの順位表とか作ったら長崎は本当に下の方に沈んでしまっているんじゃないかというところでしょう。というところで、これが、ね、比較にはなってきます。で、こちらというところで、そんな山形の今シーズンの全試合結果とこれからちょっと見ていこうかというところですね。やっぱり春先は基本的には調子が悪いですね。やっぱりね、まあ2連勝したんで、逆にね、あれどうした山形っていうね、あれ春先あんなに調子が悪かった山形は連勝したとかっていう感じで見ていたんですけれども、そっからね3連敗があったとかねしましたね。清水には勝ったんだけど、その後連勝がなく、勝って負けて勝って負けてを、繰り返すオセロゲームを繰り返した後に、今度はゴールデンウィーク5月3日4月28日の徳島戦からなかなか1ヶ月近くかな、勝つことができずでね、熊本戦でようやく勝って1ヶ月ぶりの勝利でございました。で、ここからまた勢いに乗るかと思ったんですけども、なかなかやっぱり、勝ち点伸びずで21節の仙台戦、まあダービーの後にはね、またサポーターが、やっぱ監督に対してね、ゴールは結構荒れてましたもんね、厳しい声も飛んでいたダービーの後ではありました。で、やっぱここからですね、まあ秋田栃木に連勝、この秋田栃木の連勝というのは開幕戦以来の開幕 1-2 以来の連勝など、約20試合ぶりの連勝がありました。で、その後2試合勝てませんでしたが、3連勝というとこですね。徳島、長崎、藤枝ね、3連勝で勝ち点伸ばす。まあ、横浜 FC に惜しくも敗れましたが、前回大分には3対0で勝ってる中山形なんで、まあ本当後半戦、まあ21節仙台戦からですかね。だから言えばね、厳密に言うと仙台戦から勝ち点をしっかり、稼ぎ始めているというところだから、まあこの2ヶ月で2回しか負けていないというところは本当に評価しないといけないし、まあある意味例年のね山形らしい後半戦なのかなっていう感じが、しますね。で、こちらというところで、残りのゲームですね。これも大分戦は終わってますね。これ表が反映されていないんであれですけど、大分戦はもう終わってます。3対0、0対3で山形が勝ってます。で、こっからですね、群馬ね、現在2試合負けがない群馬戦が、待ってます。群馬がね、現在、ホームで勝った後ね、ホームで勝った後2試合負けなしで過ごしてますね。ちょっとやりづらい相手かなっていうのもねありますが、ただこっからね、愛媛、甲府っていう、まあこの目標をどこに持っていくか難しいか、まあちょっと目線は今季よりも来季みたいなチームとの、ね、試合が愛媛、甲府をついてきます。で、その後でも山口、清水みたいに、まあプロフ圏内を目指す山口、この34節の山口戦は相当ね重要なゲームになりそうかな現状ですけどもね、もしかしたらこの34節で逆転が起きる可能性もあるかもしれません。この山口戦も大事だけども、その前のこの3試合でどんだけ勝ち点を取りこぼさず増やすかというところでしょうかね。で、10月20日はまた2週間休んだ後に清水戦が待っておりますんでね、清水戦もここもちょっとやりづらさが、ね、あるかもしれませんで、残留争い中かもしれない熊本、まあ、だからここに関しては熊本水戸に関してはもう残留争いから抜け出してね、ここも
ね、もう気分は来季みたいな、チームと対戦であれば、ね、まあ、ある意味モチベーション的には山形の方が戦いやすい、目標がある方が、戦いやすいのかなという感じもします。で、最後にチェフチバ戦がホームで待ってるんですよね。現在2年連続で、ね、最終節での逆転プレーオフを決めてる山形の最終節の相手がね、現在7位のチェフチバ中ね、これは日程君よくやってんなって、まあ当事者からしたらね、やっぱり山形千葉っていうところはもう現状の順位表的にやっぱ意識せざるを得ないんで、この38節までにジェフ千葉との、まあ、ゲームですよね、までにどんだけ勝ち点差を、広げているか縮めているかどうだったか分かりませんけどもね、まあジェフ千葉も現在言うて7位なんで、意識は6位、7位のクラブを意識してもしょうがないんで、まあ、6位をまずはね、この時点で意識できる位置にいるかどうか、まあここから逆にね、もう連勝連勝でもうね、プレーオフ入って当たり前だよねみたいな状況で最終節を迎える可能性もありますし、逆にね、今年はここ負けたら逆転でプレーオフを逃すみたいな状況で最終節を迎える可能性もありますし、まあ J2 は本当どうなるか分かりません。もうね、なかなかに難しい、また世界一過酷な、ね、勝ち負けが読めないリーグに、J2 はね、もなってると思いますんで、そうなればね、まあ簡単な相手は少ない、ね、楽な相手は少ないっていう J2 にはなります。さあ山形ね、これ最終節のジェフ千葉戦っていうのがなかなかにね、どうなるか本当注目点高いというところにはなってくるでしょうね。はい、ということで今回は以上です。以上パラプンテ J2 のマシャンでございました。よかったチャドマッサの